ビーチサンダルで球場入りする大谷翔平。手には書き種キッチン紙もすっきりしています。大谷さん、球場までビーチサンダルで来るとかもう完全に馴染んでていいね。おお、さっぱり。着ると思ってたよ、久々に前髪も短くなってる。翔平、髪切った。ベンチに置くのかな？柿の種。柿種キッチン。柿ピーだ。やっぱり髪切ってる、すっきりしましたね。単発の大谷さんもかっこいい。大谷さん夏休みで近所に虫取りにでも行くんか？柿種キッチン美味しいですよね。購入困難になっちゃいそう。なんか楽しそうやな大谷。私も柿種キッチン好き。チーズのやつ美味しいよね。今日はコビーブライアント、デイデフレアケもコビーユに来てるらしい。ペース的にはこのカードで達成できそうですね。しかしすぐに45-45へのカウントダウンが始まるので、ずっとドキドキ。この人、腕を痛めてリハビリ中なんだよな。45-45もいけそうな気がするけど。